こんにちは、ローリンプーです。今回はですね、ベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。 3.5 ミリミニジャックステレオケーブルということで、2種類いただいてます。1つはですね、1.5 メーターかな、それから 2.4 メーターのケーブルになります。ジャックのところはですね、長い方も短い方もですね、変わらないかなというふうに思います。とても頑丈なコネクターになっています。そして決め器になっていますね。はい、こうご覧になってください。はい、どうでしょう。ほい、とてもほら頑丈です。はい、このように頑丈になってます。雑に取り扱ってもですね、丈夫じゃないんでしょうか。金属できっちりとこう止められているというようなものになってますので、とても頑丈です。そして、こちら長い方もですね、同じくですね、金属のコネクタになってますので、頑丈です。長い方とこの短い方の違いっていうのはですね、黒い方はですね、丈夫なゴムの被膜が使われている状態になっています。それでもしっかりしています。長い方の赤い方はですね、編み込みタイプのですね、ケーブルになってて、非常に高級感があります。感覚的には編み込みの方がとても高級感があって、触り心地も良くていいなと。いう感じがします。赤と黒っていうのがあれば、明示的にですね、色を変えるっていう使い方もできるんじゃないかなというふうに思います。 2.4 メートルの方はですね、このようなヘッドホンにですね、使うとですね、長いのでヘッドホンとして使うにはですね、ちょうどいいのかなというふうに思います。使用上ですね、明らかにこちらの 3.5 ミリステレオミニジャックケーブルの方がクオリティが高いので、このように長いケーブルの用途っていうのは、一つはヘッドホンっていうような使い方ができるんじゃないかなというふうに思います。こういう小型楽器、これ楽器じゃないんですけど、iPhone なんですけど、こういう楽器をですね、ミニカオスパッドなんですけども、こういうようなものをですね、使うときにいいんじゃないかなというふうに思います。iPhone をですね、楽器として使うということで、iPhone のヘッドホン端子の方ですね、こちらの方にケーブルを挿しました。そして、ヘッドホン端子から出たものをですね、カウスパッドの方ですね、インプットの方ですね、入れます。そして、カウスパッドの今度、ヘッドホン端子の方にですね、アウトですね、アウト側。これをですね、外付けスピーカーの外部入力に差し込みます。はい、このようにですね。で、こういうような、なんていうんですかね、楽器演奏とかって結構無茶することがあるんで、こういう丈夫なやつですね。例えばエレキギターとか、ギターとか、それからキーボードとか、その辺のですね、シールドと言われるタイプですね。こんな感じのもっと大きいやつですね。標準サイズのピンジャックをよく使います。そんな感じでよく似た丈夫なコネクタになっていますね。はい。音を出してみます。はい。こんな風にですね、簡単に接続をして使えることができます。いいんじゃないですかね、これね。はい、いかがでしょう。頑丈な丈夫なケーブルです。そしてクオリティの高いケーブル、いかがでしょう。はい、いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。